突然ですが、手作りハムにはまりだしました。はい、今週もよろしくお願いします。はい、小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的、すいません、はい、バラエティ番組です。今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺、熊本銘菓いきなり団子、七尾庵、MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピスト柚月、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。さっきこの収録をする前に、あの手作りのハムを漬け込みまして、2024年のお正月、なんかな、自分で手作りしないのもなんだなと思って、漬けておくだけで食べられるっていう自家製ハムのレシピをね、使ってやってみたら、それがまあ美味しくて、知ってます？ハムって結構保存量とかね、体にあんまり良くないねと言われているものがぼちぼち入っているので、2024年は手作りハムで過ごしてみようかななんて。めっちゃ簡単なんですよ。塩麹を豚肩ロースとか塊肉に塩麹をたっぷりつけて、それで冷蔵庫で1週間放置しとくだけで、それでハムができるってすごくないですかね。最近はこんな料理がもっぱら多くなっておりますけれども、たまにはしっかりと時間をかけて料理を作りたいなと思っている今日この頃でございます。はい、それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、小室ゆり的サプリ論、私男女コミュニケーション心理師小室ゆりがお伝えするラジオのセミナーです。今日はですね、ちょっと突っ込んで話をしようと思います。私がね、取り上げるのもどうなんだ、そんなデカデカしいことを言う立場でもないんですけれども、ちょっと思ったところがあるので、松本人志さん の、 8年前の性加害の話をどう見たかっていうのを、あえてこの場をお借りしてお話ししようかなと思ってます。そして今週第3週目ですので、女風サプリ、名古屋のセラピスト柚月さんがご担当くださいます。女風セラピストさん、どんな会話しているの、これそのまんまモテテクにつながります。耳ダンボにして聞いてください。さらに DMM オンラインサロンほか、サブスクリプションが大好評です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による週末の占いサプリ、今月は2024年の全体運を占っていただいてますが、今週は金運、つまりお仕事運ですね。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談お待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。たくさんの応援メッセージお待ちしております。小室ゆり的サプリ論、
私男女コミュニケーション心理師からお伝えするラジオで聞くセミナー、小室ゆり的サプリ論。今日はちょっと突っ込んだお話をしていこうと思います。人気お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが芸能活動を一時的に休止することを発表されましたね。週刊文春によるいわゆる文春法、9年前に女性に性的な被害を加えたと報道を受けたものですね。所属事務所である吉本興業はこの報道に対して事実無根であると否定しておられましたね。松本人志さんご自身はこの記事に対する裁判に集中したいということで、芸能活動を続けることが他の皆様に迷惑をかける、またお笑いに全力を注ぐことができなくなることから一時休止ということを発表されたことは皆様の記憶にも新しいと思います。まあ、この件において私がそのあれは性加害だ性加害ではないというのは、これは司法の場で話し合われていくことなので、そこに対する言及は避けたいと思います。実際何があったか、それはもう当事者のみぞ知る話じゃないですか。で、その当事者のみだったとしても、その当事者によって捉え方が事実が違うっていうことも多々起こると思うんです。だって9年前ですよ。なので事実は一つではないということも起こってくるだろうな。私が気になったのは、なぜこの9年前のことが今になって出てきたのか、ここにまつわる人の心理っていうのがものすごく気になったので、今日はこれをお話ししていこうと思うんですけど、これはこの一件のみならず全ての人に当てはまることなので、過去のことであっても自分が嫌な思いをした経験っていうのは消えないんですよね。よくある話、いじめっ子といじめられっ子、いじめっ子って自分が行った行為を忘れるんです。だけどいじめられっ子は自分がされた行為を一生覚えているものですよね。今回の件に当てはめると、いじめっ子は、松本さん側、そしていじめられっ子は被害を受けたとされている女性側。松本さんたちにとっては、その性加害と呼ばれるような行為そのものは日常的に行われていたかもしれないし、些細なこと、ほんの些細な日常、一日の一コマだったかもしれないけれども、そこに来た女性たちにとっては特別な時間だったかもしれない、一生に一回のことだったかもしれない、その一生に一回のことが嫌な記憶として残った場合、忘れられないんですよね。で、じゃあ9年前忘れられないことをなぜ今議題に、この社会に訴えようとしたのか。もちろんこれは文春さん側のいろんなこともあったかもしれないんですけれども、根本的な人の心としては、今だからやっと整理がついて言えるようになったっていうお気持ちがあったんじゃないかなって思うんですよ。これジャニーズ問題にも関わってくることなんですけど、なんで今更何十年前のことを言い出すんだ、今だからなんですよ。今だからようやくいろいろな条件が整って、自分自身でもあの時の記憶を引っ張り出してもいいと思える時間が必要だった。その時間がジャニーズの件で被害に遭われた方にとっては何十年必要だった、今回であれば9年間必要だったということにもなるんじゃないかなって思うんですよ。これだから、ハラスメント問題もそうで、まあ私の周りでもやっぱり昨年のね、宴会時期、忘年会時期に身近な人から性被害に遭ったっていう、こうご相談が何件か寄せられてたんですよ。
その記憶って、その被害に遭ったと思われた人は一生涯引きずっていくことなんですけど、行為者にとっては日常で、それこそその行為をされたとされている男性のお一人がこう言ってたそうなんです。減るもんじゃないだろう、減るのはその方の、被害に遭われた方の自己肯定感です。自分はこれでいいんだと思える自分自身への許しができなくなる。減るものは必ずあるんですよね。今回性的な被害に遭ったとされる女性たちにも、減ったもの、失ったものがあって、それがふつふつと彼女たちの中で生きてたんじゃないのかなって。だから今になって、どんなきっかけがあったのかは、それはご当事者様と文春さんにしかわからないことだと思うんですけれども、何かきっかけがあって、そのふつふつとしていたものが今、多様性の時代、そして女性がご自身の性のことを訴えられる時代と、ハラスメントという、嫌なものは嫌なんです、私にとってこの行為はノーなんですって言える環境がやっと揃って、今までの苦しかった思いっていうのを外に出せるようになったということなんじゃないかなって思うんです。こういう問題って他人事になりやすいんですけれども、ぜひ自分の大切な人が被害に遭ったらどうするかっていう目線で見てもらいたいんですね。あなたのことじゃないんです。あなたの周りにいる大切な人、旦那さん、奥様、特にお子さん、お孫さんが同じ被害に遭ったらどうするかという目線を持って捉えていただきたいなと思います。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏、8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押したり構造と、ゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月3週目は女風サプリ、名古屋のセラピストゆずきさんがご担当くださいます。今月は女風サービスの中でこんな会話しています。どんな会話されてるんでしょうね。またそのコツは。それではゆずきさん、よろしくお願いします。女風サプリ担当の名古屋の女風セラピストのゆずきです。今週はお客様とどんなお話をするのかという点についてお話ししていきたいと思います。特に男性のリスナーさんが気になるところかなと思うんですが、主にお仕事での苦労話だったり、あとは学生時代のお話、あとは好きなこと、推し活についてのお話、あとは過去の恋愛のお話
このあたりを話題として出すことが多いかなと思います。ただ除風の利用の場合と普通の恋愛と通ずる部分もあれば、除風ならではの気をつけなければいけない点もあると思っています。僕の場合はお仕事や過去の恋愛について自分から掘り下げることは控えるようにしています。基本的に会った時だけの関係になりますので、自分のプライベートのお話をしたがる方は少ない傾向にあります。嫌がる聞かれることに罪悪感を抱かれてはいけませんので、特に気をつけていますね。よく聞くお話だと思うんですが、基本的にあの女性のお話に関しては聞きに徹することがまず基本で重要かなと考えております。例えばお客様行きつけのバーで、デート利用の場合でも、他に人目がある中で自身のプライベートな話をしたくないと思われたり、ホテルでの施術の場合でも1対1で、逃げ場のない状況ですごくこう質問攻めにされてしまうのは女性にとってもストレスだと思います。意識するのは居心地の良さを感じてもらえる話題作りを意識できると女性に喜んでもらいやすいんじゃないでしょうか。僕の X のアカウントではどんなスタンスで女風と向き合っているのか様々な情報を発信しておりますので、女風について気になる方はぜひフォローの方よろしくお願いいたします。では今週はここまでです。ゆずきでした。シチュエーションによって聞く場合聞かない場合、いやーあのね、モテない人ってほんとね質問ベタだなって思うんですよ。あの立て続けにこの質問何の脈絡があって質問してくるのっていう質問のされ方があって、本当にね尋問受けてるんじゃないかって思うようなね質問をする方がいらっしゃるんですよね。会話の中で自然と質問をしていくトレーニングってとっても必要だと思います。そんな会話のコツをゆずきさんの X で発信されておられるので、気になったそこのあなたはぜひご覧くださいね。ゆずきさんありがとうございました。ゆずきさんへのお問い合わせはインターネット検索名古屋ゆずき名古屋優しい月でお願いいたします。 X での情報発信もされておられます。踊れ踊れ私の占いサブリ DMM オンラインサロン、その他サブスクリプションが大好評。占い癒しところ萩原八雲先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週のテーマは2024年星座別金運です。気になりますよね。それではセクシーに参ります。お羊座、金が12年中で最も高いのがお羊座。今年は私とお揃いの指輪買っちゃわない？お牛座、今年の前半は出費が重なるけれど後半は金運がアップしちゃうわ。二人だけの秘密の旅行は夏に計画しましょう。双子座、節約が金運上昇につながるのよ。私への愛情はコストカットしないでよね。ガニ座、自分の感性にぴったりなものを見つけられそうよ。ごらごら、大人のおもちゃのサイトを楽しそうに見るのは違うのよ。もうエッチ。獅子座、
お給料やお小遣いがアップして嬉しくなっちゃいそう。貯金もいいけれど、おいしいものを二人で食べに行きたいな。乙女座、今年はお金を使いすぎてしまいそうよ。家計簿アプリで出したり入れたりしっかり確認してね。天秤座、身の回りの生活用品を新しくするとさらに金運が上がっちゃう。カラフルなコンドームは運気上昇よ。使ってみちゃう？サソリ座、2024年は臨時収入が何回かあるんだって。そのうち1回分であの憧れのホテルに泊まりに行けるんじゃないかしら。いて座、お得な情報に触れる機会も多くなるので案外ラッキーが続いちゃう。セールの時はコスプレを買いだめておくといざという時に使えるわよ。ヤギ座、今年は1年を通して金運がいいみたい。神社にお参りするともっと金運が良くなるのよ。一緒に行こ。水亀座、前半の金運はいまいちなんだけれどだんだん良くなってくるから安心してね。金粉入りのローションを塗り合っちゃおう。もっともっと良くなっちゃう。魚座、金運を上げるには人が喜ぶことをしてあげるといいのよ。私背中とお尻が凝ってるの。オイルでマッサージしてくれない？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。皆さんも金運爆上げでいきましょう。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週4週目ですので、妊活一言サプリ、小宝鍼灸師市毛真也先生にご担当いただいております。2024年の妊活事情をお聞きできればなと思っております。そしてセミナーのご案内です。1月22日月曜日17時から18時30分オンラインにて、チャット GPT でマンダラチャート、ビジュアルでイメージを広げよう、新しいキーワード出てまいりましたね。チャット GPT、 そしてマンダラチャート、私今年の初めにこのマンダラチャートの認定コーチの資格を取りまして、これからはマンダラチャート認定コーチとしても活動していく所存でございます。現在マンダラチャートで目標設定をする方、夢を追いかける方、非常に増えていると思うんですね。その中の一つとしてワークショップご用意いたしました。エクセルオンライン、キャンバ、そして最新の AI 技術を使って一人一人の特別なマンダラチャートを作っていきます。2024年の目標を AI アートでビジュアル化させたい方、マンダラチャートを使ってみたいなと思われている方、チャット GPT 使っているんだけれどももっといい使い方はないのかなと思っている方は、ぜひこのセミナーご参加ください。メインスピーカーをマンダラチャート認定講師チャット GPT で経営支援
こちらの著者であります松山宗三郎さんが担当します。チャット GPT の有料版をお使いの方、チャット GPT 有料版を導入検討されている方、マンダラチャート体験してみたい方、ぜひご参加ください。1月22日月曜日17時から18時30分オンラインにてセミナーを開催いたします。詳細お申し込みお問い合わせは一般社団法人マンダラチャート協会、一般社団法人マンダラチャート協会のホームページをご覧ください。翌23日朝6時から7時、埼玉新都心倫理法人会にて講話させていただきます。テーマは元セクシー女優が背負った使命、私小室由里が AV 女優からそして現在講演家になった、こんな奇跡をお話しさせていただきます。なかなか大変だったんですよね、今だから言えること。日本が抱える男女格差、男女不平等を小室由里の目線でも柔らかくお話しさせていただければと思っております。お問い合わせはインターネット検索、新都心倫理法人会、新都心倫理法人会へお願いいたします。ここまでのお相手は誰にも言えない男女の深い悩みを解消しておりますあなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し所八雲庵、琉球食系、名古屋のセラピスト柚月、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうーまくーで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM 二の湾の人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は比嘉亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。家が貧しくても体が不自由でも決して失望してはいけない。人の一生の幸も幸いも自分から作るもの、周りの人間も周りの状況も自分から作り出した影と知るべきである。日本の細菌学者野口英世の名言です。ある人からはとっても素敵な人、ある人からは最低な人、どちらも自分から作り出しているその人の姿ですよね。つまり見え方、考え方次第で相手はいくらでも違うように見えていくものだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた